ミニメカニック TV。 プロデューサー来ないな。このパターンもう遅刻決定だよね。いっそどんな理由が送られてくるのか待ち遠しいかも。噂をすればプロデューサーからだ。何何？ごめんよかりんちゃん、実は昨日まで海外旅行に行っていてね、時計を現地時刻に合わせていたら直すのを忘れていて、今朝目覚ましが鳴らなかったんだ。ちなみに行っていたのはハワイだよ。時差はなんとマイナス19時間。そんなに？って驚いてる場合じゃないですよ。とにかく今日はそっちに行けそうにないんだ。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは整備士資格試験の暗記ポイント、リダクション式スタータ。スタータとは車を動かすときにバッテリーを動力としてエンジンを動かすモーターのことを指します。別名セルモーター。その動きを説明すると、1、運転手が車の鍵を回すとスタータ内のマグネットスイッチがオンになる。2、マグネットスイッチが作動しピニオンギアを押し出す。3、ピニオンギアが車両用リングギア、フライホイールと噛み合う。4、スタータが回転を始め、リングギア、フライホイールも回転し、エンジンが始動。5、スタータを切るとマグネットスイッチも切れ、ピニオンギアも戻る。と、こんな流れになります。では今回は、スタータの中でもリダクション式スタータと呼ばれるものを取り上げます。まずリダクションには減速という意味があります。通常のスタータと比べ、モーター本体とピニオンを駆動するシャフトとの間に減速ギアを内蔵することで、モーターを小型・高速化し回転力を強くしてエンジンの始動性を上げています。減速比は3あるいは5対1程度と言われていますね。リダクション式スターターを使うメリットとしては、モーターを小型化できる分軽量かつコンパクトに作れることと、減速比の変更で必要な機動力を自由に取り出せること、この2つが大きいですね。一方デメリットとしては、構造が複雑なことと製造コストが比較的高いことが挙げられます。リダクション式スタータのポイントは、通常のスタータと比べ減速ギアを内蔵することで小型・高速化している、エンジンの始動性が高いの2つですね。はい、覚えました。みんなも覚えられましたか？もしわからないとか、もっと詳しく知りたいとかあればコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてくださいね。ミニメカニック TV、かりんでした。まったね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。